八重からドラム講座20です。イエーイ。今日はスペシャルキストがいます。山木さんです。はーい。こんにちは。こんにちは。あ、ごめん。足踏んじゃった。はい。今日は山木さんと一緒に8ビートをやります。イエーイ。では最初は私から。はーい。山木さんは、ゆうかちゃんとまず最初にどこで出会ったんでしょうか。どこだろうね。覚えてる？あんまり小さすぎて覚えてない。5歳の時にね。うん。そう。山木さんのスクールのスクールに3日間だけ行った時に。来たんだよね。うん。その時まだこれくらいだっけ、すごく小さかったよね。そんなにちっちゃかったな。うん、こんなにちっちゃかったんだよ。赤ちゃんかと思った。赤ちゃんもうちょっとちっちゃい。そうだよね。初めてその時山木さんがゆうかちゃんに会った時の印象ってどうでしたか。うん、子供っていう感じだったね。いや子供の、うん、ドラマ、うん、いやちゃんと叩くねっていう印象かな。ね、ドラム、あの時も叩けてたでしょ？多分ね、うん。覚えてないよね、小さい頃のことはね。覚えてないよ。うん、そうだね。でも、うん、僕は、うん、ドラム聴いたよ、うん。上手だったよ。その時の印象と3年間経ってみて、今でイメージは変わってますか？ああ、もう今全然違うでしょ。とっても、うん、ヘビーなビートも叩けるしね、かっこいいよね。ヘビーのやっぱりさ、速いビートを叩くよりもヘビーなビートを叩くのってとても速いビートを叩くよりももう数十倍難しいからね、うん、だからね、世の中どん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 速いものってさ、みんな競い合ってるけども、実は遅い深いグルーブっていうのは一番人の心に染みるんだよね。うん、ね、そう思うじゃん。うん。ね、うん。分かってるね。さすがです、うん。やっぱりヘビーじゃないとね。で、遅く叩いて、ね、すごくこう、大きいね、世界をさ、表現する。ね。そして、なんかこう、みんなが、入ってこれるようなすごく大きいスペースを開けてあげるというのがいいよね、うん、そうするとみんなが楽しく、うん、体がさ揺れるじゃない、うんうん、あのヨヨカのいいところってヨヨカらしいサウンドなのね、うん、聞いてパッと、うん、パッと聞いた時にあこれヨヨカだってさ分かる感じ、それはすごく個性で、ああ世界に一人しかいない存在だと思う。はい。じゃあそちらの残された質問をやってみますか。はい、残された質問。山木さんに質問なんですけれども、演奏中、何の楽器に意識して
聞いたりとかされてますか？ボーカルの人がいるセッションの場合は、そのボーカルの人をよく聞いてね。そうだよね。うん、それで演奏、ボーカルの人がいない場合は、全員平等によく聞くようにしています。ゆうかちゃんも同じ。そのボーカルの時は同じだけど、そうだね。うん、なんか、重い、なんかその、楽器だけ、うん、の時だったら、うん、重いやつとかだったら、ベースとか聞くけど、うん、軽めのやつだったらギターとかピアノとか聞く。なるほど。うん、それもいいと思います。何でもない、うん、何でもなんかたまにロックでも全部聞くことも多いし、うんうんうん、まあその時とその時によって違う。そうだね。いいね、うん、次の問題、はい、問題じゃない質問だ。最後あと行こう。レコーディングとライブで何か演奏の意識は変わったりしますか？あ、僕ですか？はい。ゆうかのレコーディングしないもんね。知ってるけど。知ってるけど。じゃあ、CD、じゃあ、どうぞ、ヨコさん。ヨコさん。意識？意識？意識ね、ライブの場合は人がたくさんいて、その人たちにこう目がけて音をプレゼントするっていう。もっとなんかすごく強い気持ちが生まれるかもしれない。でもレコーディングの場合はすごく後世に残るし、ちゃんとある程度難しいよねそれね、うん、まあ同じかな。レコーディングもライブも同じです。うん、いつも自分の心を表現してます。うん、ゆうかちゃんはどうですか？ライブはね、人が少ない方が嫌だ。多い方が盛り上がるよね。楽しいし、なんかこっちの方が、うん、そうだね、ドワーンって叩けて、うん、そうだね、なんか気持ちいい。うん、気持ちいいよね。うん、僕も昔そう。まあレコーディングといってもし。自分たちの CD だけど、うんうん、その時は、うん、またちょっと違って、うん、マイクに向かってやるみたいな感じで、うん、そうだね、一人なんだけど、うん、お客さんがライブハウスとかで、うん、ライブで全くいないのは嫌だけど、うん、レコーディングで人いたら逆に嫌で、うん、そうだね、うん、なんかしたら自分で一人で、ね、うん、自分でこれやばいってやってた方が楽しいし、うん、から、うん、やってることは同じなんだけど、うん、そのなんかやってる時の気持ちは違う。うん、そりゃそうだ。よくわかります。あー、これでいいのかな。はい、これで、よいかのドラム講座20を終わります。スペシャルゲスト、山木秀夫さんでした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、ここはグルーバーズスタジオです。ここは山木さんの、山木秀夫コレクションのレッスンを行っている場所です。イエーイ。